以前にいただいたパネライのコピーのジャンク、そう裏付けの裏蓋のガラスが割れてるんです。こいつを復活させたいなと思っております。これはオーバーホールしなきゃダメだな。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。先日いただいたパネライのコピー、そう裏蓋のレンズ、これが粉々に割れてるんです。なので中にムーブメントにも、これはオーバーホールしなきゃダメだな、入り込んでるガラスが、まあ、これをねオーバーホール、そして復活していこうと思うんですけど、そうリューズを回すともうやばそうな感じ、もうねザリザリいってるので、ここは触らない方がいいです。回さない方がいいな。動くかどうかもまだ分かりません。うん、まあとりあえずオーバーホールしていこうと思っております。6497ムーブメントなので、まあ初めてオーバーホールするんですが、まあパーツ自体は大きいのでね大丈夫だと思います。ガラスで粉々だったやつ、こいつを直していこう。裏蓋のレンズ、まあガラスが粉々なので、まあこれは一旦洗浄ですね。洗浄しましょう。で、まあムーブメントを摘出していくんですが、押し取りはここ6497ムーブメント、押し取りは押すタイプではなくビスになってますね。ビスを緩めてあげればこのリューズマキシン抜けてきます。ほら、スッと抜けてきますね。まあガラスでザリザリなのであまり回さないように。ザリザリだな。そしたらムーブメントを摘出していきましょう。クランプが2箇所ですね。ケースクランプが2箇所です。それを外してあげれば、まあ取れてきます。本当に何ていうのかな、風防とかはすごく綺麗だったので、で、何ていうのかな、こう綺麗で、そしてまあプラ風防なのでガラスの破片が表に出ないように慎重にやりました。もう綺麗なのを傷つけたくなかったので。そしたらね、まず次は。クランプを外したらスペーサーを外していきます。スペーサー結構ね噛み込んでます。ガラスがあるのでこうザリッザリッといった感じでね噛み込んでるようなイメージです。無理やり外してあげました。そう、すべてがザリザリなんです。もうガラスの細かいものがもうザリザリする感じ。はい、取れてきました。文字盤側はね意外とそのガラスの破片はないですね。そこまでないです。そう、本当は針を揃えたかったんですけど、マキシンを入れるのが嫌だったので、もうガラスでもうザリザリだったので、このままいきます。このまま抜いちゃいます。でまずね粉芯自身を抜いていきます。そしてまたスモールセコンドですね、ここも抜いていきましょう。表側、文字盤側には本当に何ていうのかな、ガラスが本当に少なかったです。なのでこれからこのガラス、ケース、そして文字盤もね全部洗浄しちゃいます。そう、6497ムーブメント、脇ではなく面のところですね。ここに留めるところビスがありますね。そいつも緩めてあげましょう。まあ多少ガラスが少しあるけどね、このままね洗っちゃいます。水洗していきましょう。はい、出てきました。たらガラスがひどいので、一旦ね流します。パーツクリーナーで流そう。そう、破片が本当にひどいので、大きめのそのガラスを流すためにパーツクリーナーでちょっとね流してあげます。軽くパーツクリーナー吹きかけて、で大きめの破片を流すようにしてみました。まあ細かいのは取れないけどね。このままやっていい。逆にした。逆にです。
ではね、洗浄に入っていきましょう。まあ、洗浄もまあ早送りです。洗浄はね、2、3回に分けて洗いました。まあ本当に洗ましのガラスを取ってあげ、そしてもう一回すすぎ、そしてまたさらに洗浄という風に、ガラスを入念に取ってあげました。入念に取ってあげてね。であればもう大丈夫かなと思います。これをガラスをきっちり取って、で、この後にね、耐震装置のルビーを外してあげました。なので一回に全部洗って、この後耐震装置を外しました。次回そう組み立て編見ていきます。ということで先日いただいたパネライのコピーのオーバーホールだね。まあもうガラスがすごいのさ、もうね裏蓋裏透けなんだけど、その裏透けの部分のガラスがもうガラスがもう粉々に割れてて、もう中のムーブメントまでに入ってる状態、まあ大きい破片やら小さい破片やらかなり入り込んじゃってるんでね、まあどうなるか分かんないですけど、動くかどうかは確認してないです。あれがオーバーホールしてみて動けばいいですけどね、意外とでもこういう風なジャンク、すごいジャンクでも復活させるためにこういう風にやったりします。意外と好きなんです。こういう風なその復活させるのってすごい好きなんですよ俺、勉強にもなりますね。なかなかこういったものなかなかこういった状況のひどい状況のものってもなかなか触ることもないので、意外とこのかなり勉強になります。なので今回気をつけたのは、まあバラシは本当にこうザリザリするので、こうすり合わせとかあんま全然しないようにこうやってとりあえず取るだけで、まあこの6497ムーンベント、イメージ的にはパーツ自体がかなり大きいです。すごい簡単です。弟子ね、弟子違うぜひオーバーホールやってみたい方、このムーブメントからチャレンジしてみるといいかもしれないです。そのパーツ自体、そのビスも大きいですし、パーツも大きいのでかなりやりやすい。本当ね、本当にかなり勉強にもなります。入門的なそのムーブメントなのかな。大きいので見やすいし、ビスもはめやすいし、かなりねストレスなく組める感じです。これからでもね、6497からムーブメントからねやってみれば、オーバーホールしてみれば結構ね意外といけるかもしれないですよ。まあこのだんだんステップをこうやっていけばね、踏んでいけばできるかもしれないです。
で、まあ、今回はやはりザリザリだったので何回も洗いました。 3,4 回繰り返しあのベンジでもって、ね、洗いました。1回目は洗ましのガラスを取ってそれをすすぎ、で2回目に本茶洗いみたいな感じにしました。でまあその後に脱身器を取って、で脱身器じゃないや、耐震装置を外してでまたね洗ったって感じだね。まあ、本当に気を使って、かなり気を使って細かいガラスも全部落とすような感じでした。まあ次回組み立てやっていきます。まだ動くかどうか正直わからないです。まあね、ヒゲゼンマイを傷つけていたりすると多分動かないでしょうから、それがまあ果たして動くのかどうか組み立ててみないとわからないというのが今の状況ですね。なので次回ちょっと組み立て動くのかどうかをやってみます。なので次回の組み立て編も楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。